こちらシータ X で撮影している動画で編集しております。この画質はね、スマホで編集ができる 4K 解像度 4K30 フレームパーセックで撮影しております。まずは静止画からですね。静止画がね 11K で撮影できるということで、もう解像度で言ったらシータ Z1 を超えてしまったという形なんですよね。シータ Z1 を買うか X を買うかどっちがいいんだろうって、そういう悩み方が出てきましたよね。ローで撮影しないというのであれば、もうこれはね解像度の高い、X を買っていいんじゃないかなといった感じですかね。でやっぱ JPEG でしか撮れない、ローで撮れないということがあるので、まあ、デュアルフィッシュアイプラグインのようなもの HDR-DNG とかそういったものは使えないので、後からじっくり編集加工しようというような作品撮りに使うような方っていうのは、やっぱりねローで撮れる Z1 の方が僕は魅力的だと思うんですよね。作例見てわかると思うんですけども、やっぱね解像感かなりいいですよね。でデフォルトで HDR 撮影もついておりますし、連写モードっていうのがついたので、多分ね従来よりも HDR の撮影合成時間もね早くなってると思うんですよね。あっという間に HDR 撮影終わってしまいます。やっぱ不動産とか屋内で撮る、窓があったりとかこう明暗差の激しい場所で撮る、あとは自動車の中を静止画で見せるとか、そういった使い方であればかなり良いのではないでしょうか。そして動画なんですけれども、動画は、まあ、今撮ってるのが 4K30 フレームパーセックなんですけれども、それ以外にね最高で 5.7K の30フレームパーセックで撮影できるようになりました。ただねやっぱ解像度だけでは測れないのが動画であって、手ブレ補正がやっぱりね他社製品に比べると若干まだ弱いかなっていう印象はあります。ただしこれ本体内スティッチ、ハードウェアスティッチに対応したんで、転調補正と手ブレ補正スティッチっていうのを全部本体内で録画しながらスティッチ処理してくれるんですね。なのでもうあとはパソコンに転送すれば、もしくはもうスマホに転送すれば、そのまま YouTube とかにアップして360度の VR 動画として公開できると。これもねちょっといろいろ撮ってみて、風でねちょっと微妙に揺れるようなものっていうのがね、その加速度センサーがうまく機能してないのかわからないんですけども、他のねソフトウェアスティッチの V とか Z1 は後処理でもね綺麗にスティッチできてた、その風の揺れっていうのは抑えられてたと思うんですけれども、このハードウェアスティッチの X の動画っていうのが同じ状況で同じぐらいの風吹いてたんですけれども、ちょっとなんかフラフラ揺れるような印象があったので、まだその完全にソフトウェアスティッチと同じレベルでハードウェアスティッチができてないんじゃないかなっていう印象はありますね。このハードウェアスティッチを使わないデュアルフィッシュアイで記録できるモードっていうのが選択できたらいいんじゃないかなと思うんですよね。あとは VR ヘッドセットで見るような場合っていうのは、こう30フレームパーセックだと結構ちらつきがあるんですけれども、 4K60 フレームパーセックで記録できるモードが入りました。でその 5.7K30 フレームパーセックと 4K60 フレームパーセック、この2つのモードっていうのはより負荷がかかるっていうんですかね、熱対策としてWi-Fi 無線 LAN をオフにしないとそのモードで記録ができませんということもあって、スマホでのライブビューとかはそのモードでは対応してないですね。今信号待ちだったんで一回止めましたけれども、今まで10分ぐらい撮ってましたけども、そんなにべらぼうに熱くはなってない感じですかね。ただこの動画を記録できる時間というのも
Z1 に比べて短くなってます。これは熱の問題ですね。まあ、それはその安全面を考慮して安全圏で運用しているからということなんですけれども、まあそれはコンシューマーモデルとしては正しい判断ではあると思うんですけれども、それももうちょっと記録したいんだけどとかっていうね、分かった上でもうちょっと長く使わせてよみたいなオンオフが切り替えできたらいいなとは思うんですけれども、まあ理工さんの考え方としてはそのあくまでも安全に使ってほしいという設計になっておりますので、ある程度熱が高くなってきたら熱くなる前の手前のところでもうシャットダウンしちゃうような、そういう状況になっておりますね。まあ何でもかんでも一番綺麗なもので撮る必要はないということですよね。でもっと言うと静止画も動画もデフォルトのモードっていうのは最高の解像度じゃないんですよね。静止画の場合は 5.5K がデフォルトになっております。最高は 11K まで上げられるってことですね。で動画の場合は 4K30fps がデフォルトの設定になってます。なので 4K60fps とか 5.7K で撮影したい場合には自分で Wi-Fi をオフにして切り替える必要がある、設定する必要があるということですね。およそ2キロ先、目的地周辺です。さあそろそろ目的地に到着いたします。こんな感じでシーター X どんな人に向いてるのかっていうのがなんとなく分かってきたんじゃないかなと感じですかね。もう一つ言うの忘れてました。このやっぱりね、液晶画面がついた、タッチパネル液晶がついたっていうことで操作性かなりアップしましたよね。もう今までだったらこうスマホのアプリに接続してスマホで操作していたものがもう全部この本体だけで行えてしまうということで、 Wi-Fi に直接つないでファームウェアアップデートだとか、あとプラグインのダウンロードインストールなんかも本体だけでできちゃうんですよね。で GPS も搭載されているのでスマホのアプリと接続しなくっても写真だったり動画に GPS 情報を埋め込めるということで、本当にねこれスマホいらず本体だけで使える、これはかなりね機動力も上がりますよね。とにかく一度にこうたくさん連続して使いたいとか撮る枚数が多いような方っていうのはこれ本体だけでバン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 撮れるっていうのはねかなり仕事がはかどるんじゃないかと思います。はい、ということで作例を交えながら実際に使ってみた感想などをこのシーター X の動画で喋ってみました。シーター X 買おうかなと考えてる方ぜひこれ参考にしてみてください。